聞こえますか？これは流れ星の音。神域への道、虹の橋が雲の海の上に誕生します。私たちラフィネ族は神々と誓約を交わし、何世代にもわたってこの光を守り続けてきました。私たちはイグドラシルの頂上に家を作り、世間の幻想から離れ、エクラージュと呼ばれる奇跡の町で虹の橋を遠くから見守っています。神々の戦争が終わり、長い間女神フレイヤは私たちにとって最も優しい女神でした。彼女は私たちを導き守っています。私たちも全てのものが平和に共存できることを信じて疑いませんでした。女神の教えを聞き、虹の橋の誓約を守り、平穏な生活と神から与えられた栄光を手に入れました。しかし今、全てがなくなってしまいました。虹の橋が謎の力で破壊されてしまったのです。私たちは女神の力を借りて懸命に虹の橋を修復しています。でも深夜の暗闇の中、かつての同胞たちが手を組んで私たちの邪魔をしてきたのです。使命、行こう。そんなもんただの神々の鎖でしかない。虹の橋、これはラフィネ族を神々のそばに縛り付けるものだ。天空に憧れる翼を縛り、ラフィネ族を永遠に日の光の当たらない木陰に捕らえ、外の世界を見せないようにするための、だったら虹の橋を壊したらどうだ。まさかラフィネたちは自由を手放し神の傀儡になることを望んでいるのか。信仰を否定し制約を破ることで手に入れた自由は本当に自由なのでしょうか。皆が言う信仰と制約のために自分の身を捧げ犠牲にしてまで、それで栄光を手に入れるだと。なぜみんなお互いを分かり合えないのでしょうか。たとえ滅ぼされたとしても、俺はこの偽りの籠を突き破る。自由の空を飛ぶために、制約の光を守るために。